ラインハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 郡に属し、ラインハイムは、ヘッセン州南部、ラインマイン地方の周辺部、ダルムシュタット D 郡の中心部に位置する。ラインハイムは、オーデンバルトの門をなす。ラインハイムは、北は、グロースツィンメルン、東は、オッツベルク、南東は、ブレンスバッハ、南は、グロースビーベラウ、西は、オーバーイコールラムシ。 北西は、ロスドルフと境を接する。ラインハイムは、ゲオルゲンハウゼン区、ラインハイム区のシュパハブリュッケン区、ユーベラウ区、サイルハルト区からなる。ディルスホーフェント・フンデルト・モルゲンは、ラインハイム市当局に属する小住局であるが、独立した、市区とはなっていない。ラインハイムの博物館敷地内にある、発掘現場ラインハイム市は1260年に、 カッツェン・エルン・ボーゲン博によって創設された。数年後に、ここに、水木が築かれたが、この城は現存しない。ラインハイム市の紋章は、現在でもカッツェン・エルン・ボーゲン市の紋章と同じもので、あり、博家の紋章に由来する。ラインハイムの農場と、城は1276年から77年に、初めて文献上に記録された。ユーベラウは1305年。 ゲオルゲンハウゼンは1318年、ザイルハルトとシュパハブリュッケンは1323年に初めて記録されている。ラインハルトという地名については様々な説明がなされている。一つは、例えば、レギノというような人名に由来するという説、他は古いドイツ語の川を意味する言葉と関係しているという説である。かつてこの入植地はオーデンバルト南西部を通る。 公園シュトラーセがゲルスプレンツ側の渓谷に出る開口部に位置していた。墓っちの山に建てられた教会は、11世紀には、すでに聖ニコラウスに捧げられていた。ラインハイムの伝説によれば、この町の名前はカタリーナ・ディーラインという名前の女性によるとされている。ひどい伝染病にかかった騎士を彼女が治療した。騎士の父親はこの女性に深く感謝し、 彼女にちなんだ名を町につけたというものである。1375年にベルナーガルプホンラインハイムという人物が盗賊騎士として資料に登場する。この人物はカッツェン・イエルン・ボーゲン・ハク・ディーター3世の家臣で近隣のニーダー盲城から強奪行為を始めた。1821年にラントラーツ別威力、ラインハイムが設けられた。 1832年にラントラーツ別陸 D ブルクと合併して D ブルク軍となった後、1977年にダルムシュタット D 軍として再構成された。1971年の市町村座改変更協定によって、ユーベラウのシュパハブリュッケン及びザイルハルトがラインハイム市に合併し、新生ラインハイム市が成立した。その後、 1977年の市町村再編により、ゲオルゲンハウゼンがこの市に加わった。これら旧自治体は、そのままの名前で、ラインハイム市の市区となっている。ユーベラウは1305年に、初めて文献に記録されている。ユーベラウは、ラインハイム市の市区で、ヘッセン州のオーデンワルト北部の入り口、ゲルシュプレンツ川の右岸に位置する。地名は、水の上という意味である。 ユーベラウは独立した自治体であったが1972年にラインハイムに合併した。ユーベラウの人口は2006年12月現在で2335人で田舎の風情が色濃い地区である。農家、家畜や工作用の農地、あるいは農原が見られる。フンデルトモルゲン地区はユーベラウ区に属す小さな農場であるが、 ここからの出土品はここにローマ時代の入植地があったことを示している。赤い村、ユーベラウは赤い村とか時には小モスクワと称される。このニックネームは伝統的に共産主義が大変に優勢な地区であることに由来する。2006年3月26日の地方選挙でもドイツ共産党はユーベラウで39.1%の票を獲得し、 地区委員会に二人の委員を送り込んだ。地区代表者のマンフレート・ビューディガーは1948年から当時は独立した村であったユーベラウの村長を務め1960年に警官隊の介入で解任されたアダム・ビューディガーの息子である。ラインハイム市議会は37議席からなる。ラインハイムからはオーデンバルト鉄道が ダルムシュタット、フランクフルトアムマイン及びエアバッハ、エーバーバッハ H から2時間ごとに発着している。ラインハルトを経由するバス路線には以下のものがある。この街には中小企業の他に3つの大企業の支店、工場がある。世界的に名を知られる医薬品、化粧品メーカーのメルツ CEO、フランクフルト、家具用、金具メーカーメプラ、アルフット、 ロボットメーカーのレイモックである。スタジアムは芝のグランドと400メートルのアンツーカーのトラックからなる。シュポルトセントルムラインハイムは人工芝のグランド、ローラースケート場、ビーチバレーコートがある。また、グライダー飛行場ラインハイムの近くにスポーツ広場がある。ありがとうございます。